「耳で聞く太陽のエクボ」「ラジオ沖縄オリジナルポッドキャスト」「耳で聞く太陽のエクボ」。この番組は 沖縄の子育てをもっと楽しく思モットーに活動しているエクボママたちが様々な子育て情報を発信しています。子育て真っ最中のママたちが作っているフリーペーパー太陽のエクボのラジオ版になります。改めましてパーソナリティの晴れママです。私は大阪出身で小学5年生と3年生の2人の子育て真っ最中です。普段はフルタイムとして 会社員で働きながら、会社員として働きながら、太陽のエクボでは、イベントの司会だったり、広報活動などをしています。では、今回登場してくれるのは、あざまるさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あざまるです。私はエクボマムとして、えっと、11年、 活動に参加していてい今は5年生と3年生と3歳の3姉妹を育てながら、えっ、ー、と、あちこち営業行ったりとか、打ち合わせ行ったりとかしています。今日ちょっと娘たちも一緒なので、ガタンゴトンギャーっていう声が入っちゃうかもしれないんですけれども、よろしくお願いします。はい、あの、太陽のエクボのエクボママたちはいろんなところに子連れでっていうところがありますので、ね、あの、今、お離婚にしてますけど、ちょっと飽きちゃうかもしれませんね。<laughs> はい。では、今回のテーマいきたいと思います。えー、今回ですね、えー、お話しする内容なんですけれども、今回は、親として影響を受けた映画ということで、お話し始めたいなぁと思っているんですけど、はい。はい。まるさんは、あの、映画って結構見る派ですか見ますね。 昔は映画館によく、よくうん、うん、行ってたんですけれども、今もほぼサブスクうんうん、そうだよね。うん、やっぱり子育て始まると、映画館に行く時間ってなかなか捻出できなかったりしますよね。うん、預けれない買ったりとか。うん。わ、うん、かる。私もあの、映画、映画も好きだけど、映画館に行くのが結構好きで、うんあの ててもななく映画館に行って今日何見ようみたいそんなのもしていたんですけどやっぱ子供を産んで子供がちっちゃい頃はなかなか行けなかったのであの DVD を借りてくるっていうのもねなかなか大変なので、うん、あのそれこそ宅配レンタルもあったりしますしあとはサブスク、うん、いろんなものに加入してあの見たりしているんですけれども。 でもやっぱり子供が小学校入ったぐらいから私は月に一回ぐらいは映画館に行けるような、ね、おいいですね。そうですね。それもまあリフレッシュかなーっていうことで、うんうん、あの、弾いているパパとか、おじいちゃん、おばあちゃん。 にはぜひお願いしたいんですけど、やっぱり家を出て、あの子供のことを気にしない映画館の空間ってすごいリフレッシュなので、そうですよね,ね。そういう時間をこう与えるだけで逆にご機嫌を取れるっていう、うんうん、ウィンウィンな関係に、うん。翌週のね、1週間のあのテンションが高いお母さんにそ,そう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 、なるのかなと思うので、うん、これっていう映画はね、ぜひ見に行く時間を与えてほしいななんて。 思うんですけれども、はい、あの、今回、私が何個か紹介したいなっていう、おすすめというよりは、親として影響を受けた映画の話をしていきたいんですけれども、はい、映画ってやっぱ見る人によって、ちょっとこう感想が違ったり、うん、深く見る人、うん、浅く見る人、うん、ここ見るのみたいなところもあると思うんですけど、うんうん、私がまあおすすめしたい一本目は、そしてバトンは渡されたっていう方が、 です。はい。あの、あささんも見てくれたんですよね。今朝ね、見てもう、うるうるしながらの朝食でした。そうですね。やっぱ、涙なくては見られないかな、っていうような、まあ、特に親目線で見ると、本当に、あの、いろいろ感じることがある映画かなと思うんですけど、ま、この作品自体は、2019年に本屋大賞を受賞した、瀬尾舞子さん原作の、あの、小説を映画化している、 もので小説は読まれましたわあ読まままれれしたたなかったんですけれどもこのあの小説自体も結構話題になったので私もあの、えっとまあ、カバーの絵とかは知っていたんですけど私は小説を見ず映画から見たんですけど、うん、結構映画と小説が話がちょっと変わってるのであの若干小説見た人が映画を見るとおこうなったかみたいなところもあるんですけど、うん、まあこれあの2つの家族の物語。うん の映画でしてあの一方は血のつながらない親に育てられて4回も名字が変わった主人公の優子、まあ、ちゃんっていうのを長野芽郁さんが演じていて、うん、この優子ちゃんは血のつながらないお父さんと二、まあ、人暮らししてるんですけどこのお父さんがすごく料理上手な、うん、あのいいパパで あの私の好きな田中圭さんが演じているんですけれども、うん、まあ、血のつながらない親と幸せに暮らしている、あの、親子。 1> が一つ目の親子で、あと一つの親子は、夫を何度も変えながら自由奔放に生きる林家さんっていう女性を石原さとみさんが演じているんですけど、一緒に暮らしている娘さんにも精一杯愛情を注いでたんだけど、ある日突然娘を残してそのお母さんが姿を消してしまうよっていう、この少し変わった二つの家族の物語、 だったんですけどあ、うん、さんは見てどどうでしたあどっちもどっちの家族を見ていてもなんかこの両親揃っていて子供が幸せっていう,こう世間一般とはまた違う家族の形があるなっていうふうには見てました元枝、うん、さんどうでしたかそうですねなんかちょっと一風変わった、まあ、家族の形なんだけどやっぱりそういうのって他人はなんだろうえっと 変に同情しちゃったりするようなシーンもあったりしていや血のつながらない親と暮らしているからみたいな感じでちょっとこう同情するようなこともあるかもだけれどもやっぱりそういう環境で過ごしている人たちが本当につらいのかっていうと実はすごく。あの 近づながらないからこそ、いい点もあるよ。みたいなのを結構描いているなっていうところがあったりして、うんうん、まあ一風変わった家族なんだけど、もう他の人じゃわからない。すごい愛が溢れてるなって思ったりしました。うん、確かになんか親ってこういう立ち位置。うん だと子供は、こう、すくすく育つんだな、みたいなのを反省しながら私は見てました。あ、そうなの反省ってありました<笑><笑>うん、なんか、うん、うん、なんか多分正しくあろうとか、うんうん、世間一般的に、えっと、いい親であろう、みたいな固定概念が多分私の中であ、ああ、なるほど。あって、うん、子供とうまくいかないことって、あ、私がこういう、 姿勢だったらよかったのかみたいなうん、うん、本当のね親子じゃなくても注ぐ親の愛情みたいなのを見て、うん、私は反省してましたさいろんな見方があるんだよね <laughs>、うん、私はあのどちらかというと、まあ、言ってたように、うん、こう親としてっていう風なな、まあ、完璧な親かというと凛香、まあ、さんの方はそうでもなかったかもしれないんだけど、うん、でもやっぱりあの笑ってたら幸せが舞い込むよとかあとは お部屋とかもすごく殺風景なお部屋を1日にしてすごいフリフリの可愛いお部屋に変えてくれてお洋服もすごく可愛らしい、うん、お洋服を着ているお母さんで、うん、もうお金がなくても何な,なら服を買ってあげるみたいなああいう描写があったんですけど私あの映画を見た後にすごくおしゃれすることとか、うん、カラフルな服を着ることっていいんだなって思って。うん なんかその後映画館出た後にすぐに洋服を買いに行って、うん、なんかおしゃれにもちょっと興味を持てた映画かなって、うん、なんか思ったたりしましまそうですねすごいあの可愛らしかったですよね石原さとみさんが演じるお母さんもずっと笑っているし、うんうん、本当、忙しそうだけど一生懸命台所に立って、うんね、お帰りって迎えている姿とかね。うん ちゃんと顔見て目見てお帰りって言ってない日もあったなって私は反省したりしてたんですけど。まあまあありますよ。<laughs> しょっちゅうありますけどね。なんかあの、ま、苦境に立たされても、うん、あの、お金がないけど、あの、 こんな料理作れるよみたいなシーンとかもあったりしてうん、うん、なんかそれを見てすごく子どもが嬉しそうだったりするのを見ると何ん、うん、だろうもうお金を持って物を与えるだけが幸せじゃないんだなみたいななんかそれをちょっとポジティブに伝えてくれるところもあったななんて思ったりしてですねこれは本当に1回見て2回目見てっていう感じで私は合計映画館で4回。うんえ 見てますそんな見たんですかそうですねあの基本そんな感じで,であの子供とも小3の子供とも一緒に映画館で一,緒に、はい、一応見れたのであとお家でもね、うん、サブスクとかであの見れますので、うん、ぜひ映画を見ることでこう世界が広がることもあるなって思ったんですけど、うんうん、もう1個こうちょっと相反する映画を。 ご紹介したくて愛秀、うん、シ,シンデレラっていう映画なんです,お<ー>す面白いタイトルですねそうですねうん、うん、あの愛秀シ,シンデレラまあ、シンデレラはひらがななんですけれども、うん、これも邦画でして、うん、土屋太鳳さんが主演を務めているんですけどこう幸せを追い求めるすごく真面目なあの市役所で働いている女性が社会を震撼させる凶暴事件を起こす 姿を描いたサスペンス。ということで、おほほ裏おとぎ話みたいになんか言われているんですけれども、あの、市役所に勤めるその小春ちゃんっていう子はすごく平凡な毎日だったんですけど、ある日も突然不幸に、ま、見舞われて全部失っちゃうんですね。うんうん、で、人生諦めかけた時に、もうあの、王子様みたいな素晴らしい男性が現れて、うんうん、その男性の娘さん、 と一緒に、うん、あの暮らしていくんだけどっていうような物語なんですけど、うん、これなんかおすすめかというと、うん、めちゃくちゃ賛否両論あってそうなんですかあの私は1回目見た時に呆然としてしまって「なんで?」みたいな感じで「なんで?」ってなったんだ「なんでこう」っていう、ま、ピッピッのところが結構多かったんだけど、うん、ピッ NG そうそうの賛否の,の「賛否のピ「賛ね <laughs> そうそうそうが結構多かったんだけどうん,、うん、なんかなんでこうやって凶悪事件を起こしちゃったんだろうって余韻がすごくってうん、うん、ずっと考えていくうちにもう一回見ようってなって、うん、これもう34回は映画館で実は見てるんですけれども <laughs> あの一生懸命親になろうって。 母になろうさっき話に出てきたんだけどこう一生懸命すぎる人たちがちょっと陥ってしまうような、うん、あのちょっとボタンかけ違えると私もそうなるかもしれないみたいなちょっと危機感を逆に映画から教えてもらうことでやっぱ親なんだからとか。うん 母親なんだからってめっちゃ言われたりしません言言わわれれたりししまますすね、うん、親戚からも言われるよううううな気はそそそご年配の、ね、親戚だったり、うん、親からこう親だからちゃんとしなさいとか、うん、親なんだからしっかりみたいなことを言われているのってうん、うん、結構聞き流してても頭に残ってることで。うん 例えば子供が怪我した時とかに「あ親なのに」って思います、うん、なんか失格って思っちゃいますよね「手つないでいればこけなかったのに」とか「うんうんんでこんなものをやってしまったんだろう」うん、みたいな,なんかそういう思いをしてしまう、うん、も親親親」親親っていうふうにがんじがらめになっていくとひょっとするとこんなふうにちょっと、うん、あの愛が 一つ、うん。かけ違えると、こんな風になっちゃうかもっていうのを、やっぱりあの平凡人のほほんと暮らしているとわからないところを映画からちょっと気をつけなさいって言われたような気がして、まあ、映像もすごく素敵だし、それこそファッションもめっちゃ素敵なので、うん、ぜひ見ていただきたいなと思ったのが、この2作が私の中で影響を受けた、ちょっとこう、 世界の見方を変えてくれるようなうん、うん、映画だったんですけど、ま丸さんは何かおすすめってあるんですか何でしたっけ石原さとみさんが演じている、あの母親を演じている、マザーっていう映画があるんですけれども、分そのうまくいっていたお母さんが、えっと、なんていうんですかね、本当に、路上で子供と過ごせざるを得ないぐらいまでの、うんうん、こう、ま 階段がこう転げ落ちてしまったわけではないですけど、うん、あこういうお母さんもいるかもしれないノンフィクションかもしれないけど、うん、なんか新聞とかで見てたりとかするとなんかそういう,なんだろう、えっと、お母さんもいるな,なんかこう子育てがうまくいってなかったりとか、うん、と学校に通わしきれなかったりとかあのしてるお母さんもいるなってすごくなんかひも付けというかあって。うん <laughs> うんうん、フィクションだけど、ノンフィクションに近いような。う聞くような感じだったので、石原さとみさんがあの役演じるんだっていうことを、一個すごいなって思ったんですけども、なんか一見ダメ母とか、なんかこう、あ、なんていうかな、あのお母さんはこう、どうだみたいな固定概念っていうか、なんていうんですかね、 あのお母さんは正しくないよねみたいな社会の排除をなんかすごく感じるなっていうふうに思ってでもそれへの危機感って多分私自身もへ普通に子育てしていたら感じるんだはずって思いました近所からこう見られてたらどうしよう親戚からこう見られてたらどうしよう PTA からこう見られてたらどうしようみたいなのはあるんだっていうふうに思って多分どう戦うんだろうって今そ嚼しながら あの話してますなんか自分にどういう風に血肉にしていったらいいんだろうみたいなまずはすごいかったそうなんですね、うん、私も見てみようかな,、うん、なんかわかんない今の話聞いてると「こハッピーハッピー」っていう映画ではきっとないだろうけど、うんうん、なんかそういうのを見ることであのなんだろうな に感謝が生まれたりするような映画もたくさんありますよねうん、うん。ありますね。なんか疑似体験しますよね。その子育てがうまくいかなかった場合とか、ボタンをかけ違えてしまった場合の母親像とかっていうのを映画を通して疑似体験するので。そうね。うん、実際にやりたくないこともあるけど、うん、なんかそうやって、あの、お家になかなかいながらね、うん、いろいろと、 あのお出かけすればあこういう人もいるんだって思うけど、うん、やっぱり特に子供が赤ちゃんの頃って出れないじゃないですか、うん、そういう時はあの全然子育てに関係ないものでも、うん、あの映画とかやっぱドラマっていいなと思うんですけど、うん、私もう一個だけあの邦画の話ばっかりしてるのでちょっとインド映画おすすススメが、うんはい、あるんですけど「うん、マダム・イン・ニューヨーク」っていう映画で結構前かな私 本当に子供が。 すごいちっちゃい頃に見たんですけど、うん、あの、主人公が五福普通の主婦なんですけど、夫と子供に一生懸命尽くして、あの、手作りのお料理とか作ってるんですけど、なかなか認めてもらえなくて、うん、こう、やっぱ感謝されてないなみたいなフラストレーションが結構描かれているのが、すごく、あ、うん、私見てるみたい、みたいな。うん、一生懸命やってんだけど、なんか当たり前だなぁ、五作るのなんて普通だし、ちっちゃい子供家で見ながら、うん うん、あのお世話することなんてやっぱ周りから見たら当たり前だし、うん、じゃないですかでもやっぱりそこに「ありがとう頑張ってるね」っていう言葉が欲しくってもどこにも出ないから、うん、結局ずっと。 ふつふつとこうフラストレーションを抱えている時に見たまさに私っていうやつなんですけど、まあ、そんな彼女が英会話を習うっていう,こうちっちゃなきっかけを通して一人の女性としての誇りと自信を取り戻すみたいな結構これはあのさっきに言った映画とかより簡単にほーって見れるような映画なんですけどこの映画の中で一個だけすごく印象に残っているセリフがあって人は自分のことが嫌いになると。 自分も周りも嫌になって新しさを求めるでも自分を愛することを知れば古い生活も新鮮に見えてくるみたいなセリフがあったんですけどまさになんか自分だなと思って嫌なこととか思い通りにいかないことがあるとな、うん、なんか今の自分を置いといいととて新ししことを求めたりしますうん,、うん、なんか自分に原因があるんじゃなくてうん、うん、何か誰かが。 あのいいきっかけを与えてくれるんじゃないかみたいなたりき本願みたいなな時はありますねんかちょっと、あのー、違うもの買ってみようとかなんかちょっと新しいの求めるんですけど結局自分が変わらないとまた同じとこに戻ってきてしまうっていうのを結構繰り返してたなと思って、あのー、もうその時本当に子育てがこう憂鬱というかそういう多分若干のこう産後の。 ホルモンの乱れで結構落ち込んでた時期だったんですよ。あれママさんがそうですよ。本当 <laughs> 怖いんですよ。あの、今思えば全然何がつらかったんだろうぐらい、うん、結構普通に夫も理解があって手伝いもしてくれるし、うん、そんな遅く帰ってくる人ではなかったんですけどうん、うん、なかなか孤独な時になんかこの映画を見たものだからそっかみたいななんか自分が変わらない変わるというか、うん、なんか 今が不幸不幸みたいに思って違う人を羨むんじゃなくて自分自身の根本をちょっと変えないとなみたいに思ってその時に考えたのがもう一人の時間がないとか子供と,とずっと一緒辛いとか思うよりもなんか お母さんであること楽しもうって思えた映画でその時あのやってたのは主婦仕事の本とかって結構売ってませんあの主婦仕事、うん、なんだろうなそんな難しいもんじゃないんですけど時短技の本とかさうん、うん、あとは家事を楽しんでるお母さんが書いてる本とかうん,、うん、なんかそういう本を結構買って、うん、それを読むことであお母さんってこんなふうにあの例えばねお掃除一つにしても あのこだわるとこんな風に楽しい本書けるんだとかかそんな風に思って主婦仕事の本読んだり、うん、あとキッチングッズをちょっと新しいものをちょっとだけ取り揃えることで、うん、料理嫌いの自分が料理をちょっと好きになる気がするどどんなのがあるんですかあ、あのー、本当にあれですただ 便利グッズとかじゃなくてかわい,い軽量カップとかですよ、うん、なるほど。<laughs> モチベーション上がりますね。そうそうそう,そう、うん。あとお皿とかも、うん、なんか真っ白なお皿じゃなくて、うん、ちょっとカフェに出てきそうな、うん、あの、素敵なお皿。 とかに、ちょっと変えるだけで、やっぱさ、目玉焼き一つ、映えません映えますね。白い皿じゃなくて、ちょっとね、あの、カフェっぽい感じで、ちょっと、リーフレタスでも添えれば、ちょっと、ぽく見えそうなそうそう、そう、リーフレタス。あの頃は、リーフレタスを添える、私は、あの、余裕がなかったんです、心に。大丈夫です。ないですよ、私も現在進行形。おしゃれなリーフレタスとかさ、なんならさ、パセリとかさ、添える、 のとかインスタとかで見るじゃないパ、うん、セリとかも添えてる場合じゃねえみたいな, <laughs> <laughs> なんかそんな感じで、うん、あのどうしてもそういうのができなかったんだけどやっぱりお皿変えるとなんかもうひと手間加えたくなったりするんですよね、うん、だからそんなふうにちょっとこう自分を変えようって思えたのが「マダム・イン・ニューヨーク」っていう映画でした、うん、いいですね時時々はお母さん、ねうん、自分の時間作って 好きな映画一本見てスカッとしていただきたいのでぜひあのおすすめの映画情報とか、うん、あのリフレッシュの仕方とかあれば教えていただきたいななんて思いますが、はい、今日はですね親として影響を受けた映画ということであざまるさんとお二人でお話をしていきました。はい 子育て真っ最中のママたちが作る沖縄の子育てを応援するフリーマガジン太陽のエクボは沖縄ファミリーマートや児童館などで手に入ります。サポーターも募集しています。詳しくは太陽のエクボのホームページをご覧ください。またこの番組では皆さんからのメッセージも募集しています。エククアアッ j p クアットトママークアー沖縄 inawa.co.jp もしくはツイッターでハッシュタグ全部ひらがなで太陽のエクボでつぶやいてください番組のフォローもお願いします耳で聞く太陽のエクボ次回もまたお楽しみに